マーク・マーフィーはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身のジャズボーカリスト。卓越した技巧と天才的なひらめきを持つシンガーで非常に広い音域と気学的な歌唱が特徴的である。革新的なボーカルの即興演奏で知られていた。名作レコードのアドリブソロにオリジナルの歌詞をつけて歌うボーカリーズはもともとエディ・ジェファーソンによって始められ、 ジョン・ヘンドリックスらによって発展したジャンルであったが、それをさらに推し進めたのがこのマーク・マーフィーである。近年は、クラブ・ DJ や、ティル・ブレナーなどのスムース系ジャズのミュージシャンだからの評価も高い。また、グラミー賞を受賞したジャズ・ボーカリストのカート・エディングにも強い影響を与え、戦術のヘンドリックスやエディングらとは、ツアーも行った。1996年、1997年、 2000年、2001年のダウンビート氏の読者ジャズ投票で最優秀男性ボーカリストに選ばれグラミー賞の最優秀ボーカルジャズパフォーマンス賞にも5度ノミネートされている。ストール・モーメンツやレッド・クレイの作詞・作曲も手掛けた。ALLMUSIC.com のジョン・ブッシュはマーフィーをボーカルジャズ界の大御所と評している。1932年に ニューヨーク州シラキュースで生まれる。聖火隊で出会った両親のもと、ニューヨークの音楽的な家庭で育った、彼は7歳からピアノを習い始めた。10代の頃、マーフィーはペギー・リー、ナット・キング・コール、ジューン・クリスティ、アニタ・タオデー、エラ・フィッツ・ジェラルドの影響を受け、兄のドワイトのバンドにシンガーとして参加した。ジャズピアニストとしてはアート・テータムの影響を受けた。 1953年にシラキュース大学を卒業。大学では音楽と演劇を専攻した。大学在学中にエンバシークラブで歌っているところをサミー・デイビス・ジュニアに目撃され、その直後に自身のギブにゲスト出演しないかと誘われ、テレビ司会者スティーブ・アレンと連絡を取り合うことになった。翌年、マーフィーはニューヨークに移り住み、 俳優や歌手としての仕事を探しながらアルバイトをした。彼はギルバートサリバンのライトオペラカンパニーの作品やテレビ版 KC 打席に立つに出演した。またアポロシアターのアマチュア歌唱コンテストでも2度2位を獲得している。マーフィーはやがてデッカレコードの A&R を務めていたレコードプロデューサーのミルト・ガブラーの目に留まり1956年に デビューアルバム、ミートマーク・マーフィーを発表。翌年、レッド・ユアセル・フ号を発表するが、いずれもセールスは振るわなかった。1958年に、ロサンゼルスに移り、キャピトルレコードで3枚のアルバムを録音した。1959年発表の、ディスク・ド・ビー・イ・ーザ・スタート・オブ・サムシングで、マイナーヒットを記録したが、これだけでは、 キャピトルレコードとの新たな契約を結ぶまでには至らず、1960年代初頭にニューヨークに戻った。ニューヨークで彼はリバーサイドレコードから2枚のアルバムを発表した。特にウィントン・ケリーやブルー・ミッチェルらが参加したアルバム RAH はダウンビート氏においてフランク・シナトラが羨望の眼差しで真っ青になるようなアレンジと評され、 星5つ中4.5の評価を受けた。1963年、マーフィーはシングル、フライメツーザ・ムーンで全米チャートのヒットを記録し、ダウンビート氏の読者投票でニュースター・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。この頃には、マイルス・デイビスの影響を受け、それ以降のキャリアではできるだけマイルスの演奏のように歌うことを心がけていた。1963年に、 イギリスのロンドンに移り住んだマーフィーはすぐに受け入れられ、ロニー・スコットのクラブで頻繁に演奏し、BBC ラジオにも定期的に出演した。彼はロンドンでさらに3枚のアルバムを録音し、ドイツでもアルバムのサバからもミッドナイトムードを発表した。オランダにも頻繁に足を運び、プロデューサーのヨプでルート組んで、オランダのラジオで仕事をした。 1964年から1972年にかけてはテレビやラジオのドラマに数多く出演し、1967年公開のイギリスのコメディ映画ジャストライクエーウーマンに歌手役として出演した。また同性愛者であったマーフィーが長年のパートナーであるエディオ・サリバンと出会ったのもロンドンであった。1972年にアメリカに戻り、 以後14人以上にわたってミューズレコードから年間平均1枚のペースでアルバムを発表した。グラミー賞にノミネートされたアルバムサティスファクションギャランティードバップフォーケルワックナット、エ S チョイスなどがその代表作である。1950年代後半からブラジル音楽のファンであったマーフィーは1984年にビバブラジルというバンドと共に アントニオ・カルロス・ジョビンとミルトン・ナシメントの作品を収録したアルバムブラジル・ソングを録音した。1987年、マーフィーはブラジル音楽の探求を続け、作曲家イヴァン・リンスの楽曲を収録したアルバムナイト・ムードをマイルストーン・レコードからリリースし、翌年にはグラミー賞にノミネートされたセプテンバー・バラーズをリリースした。イギリスでは、 1980年代半ばのアシュッドジャズ、ダンスブームの中、マーフィーの録音作品に対する再評価が進んだ。主にジャイルス・ピーターソンを中心とした DJ が、彼の録音をクラブで演奏し、新世代のマーク・マーフィーのファンを生み出した。その後もマーフィーはヨーロッパを中心に活動し、ドイツ、オランダ、オーストリア、イギリス、イタリア、フランス、スウェーデン、デンマーク、 スロベニアなどでレコーディングを行い、しばしば他のアーティストの作品にもゲストアーティストとして参加した。マーフィーはまた、日本のユナイテッドフューチャーをオーガニゼーションのアルバムにも出演し、グループと一緒に作曲した曲のシトラップ部分を担当した。1997年8月、BMG RCA Victor から Song for the Gay Se をリリースし、 彼にとって5回目のフラミー賞にノミネートされた。同月32レコードからミューズ在籍時の録音を収録した2枚組のアンソロジーストールンアザーモーメンツがリリースされた。ミューズの主催者であるジョー・フィールズがレーベルを売却し新たにハイノートレコードを設立した後マーフィーはこの新しいレーベルのためにサムタイムアゴー・リンクス メモリーズ・オブ・ユーを含む5枚のアルバムを録音した。バーブレコードから、ワンス・ツー・エ e ブリーハート・ a ブ・ t Love is h o r をリリースした。どちらのアルバムも、ドイツのトランペッター、ティル・ブレナーのプロデュースによるもの。2010年には、ピアニストのミーシャ・ピアティゴルスキー、ベーシストのダントン・ボラー、ドラマーのクリス・ワビッチと共演した、自主制作 CD、ネバーレット・メゴーをリリース。この CD は、 彼が選曲を行い、そのほとんどがバラードでビル・エヴァンスのターン・アウト・ザ・スターズを初録音した。ニュージャージー州イングルウッドにあるリリアン・ブース・アクターズホームに長年滞在していたが、2015年10月22日に同施設で死去した。ありがとうございます。